世界の島極東沿海部の島々の衛星画像。左から順に主なモノアリューシャン諸島の西端、千島列島、カラフト島、日本列島、南西諸島、台湾、フィリピン諸島、ボルネオ島、スラウェシ島。NASA、エスブルーマーブルプロジェクト撮影。オウール上空のノルウェアシャトルのボーイング737から800航空機から撮影された。 フィンランドのハイルオートトの航空写真。島とは、世界で最も小さい大陸のオーストラリア大陸の面積より小さく、四方を海洋、湖などの水域に囲まれた陸地のことである。当初、アイランドとも言う。諸は小島を意味する漢字である。世界の島の中で、面積最大のグリーンランドと、 6つの大陸の中で面積最小のオーストラリア大陸の比較。日本は6852の島で構成される島国である。最大の島である本州は世界の島の中では面積が第七位である。地理学上大きな陸海が大陸、小さな陸海が島に分類される。現在世界最小の大陸はオーストラリア大陸、最大の島は グリーンランドである。渦に、これらの陸海の比較を示す。グリーンランドに次いで、世界で2番目に大きい島は、ニューギニア島で、以下、3位が、ボルネオ島、4位が、マダガスカル島、5位がバフィン島、6位が、スマトラ島、7位が本州、と続く。居住者のいる島を、有人島、いない島を、無人島という。世界最大の無人島は、 カナダのデボン島である。面積は、カナダの島の中で第6位、世界の島の中で第27位で、それより狭い中で、人口最大の台湾島や、人口2位の九州本島より広い。複数の島がまとまって存在するものを、諸島、列島、群島などと呼ぶ場合もある。列島は、島が、列状に並んだもの、群島は海上に集まったものを指し、 諸島はより適応範囲が広いが、はっきりした定義はない。諸島、列島、群島とは逆に、周囲に島がない場所に孤立して存在する島を孤島という。ギネス世界記録に認定されている、世界一孤立した、有人島は、南大西洋上のトリスタンダクーニア島である。日本の琵琶湖の竹生島、新事故の嫁が島など、湖の中にある島もある。 また、川の中にある島もあり、中スとも呼ばれる。世界最大の川の中の島は、ブラジルのバナナル島である。面積は、世界の島の中で第49位で、同第50位四国の、約1.08倍の面積である。同国中部とカンチンス州のアラグアヤ川にある島で、ある。領土がすべて島からなる国を島国と呼ぶ。非独立国を含める場合、 世界最大の島国は、デンマーク領で本国からの高度な自治が存在する、グリーンランドとなる。独立国のみに限る場合、インドネシアが世界最大の島国であり、マダガスカル、パプアニューギニア、日本、と続く。国際連合の加盟国193カ国中では、島国は47カ国である。海洋法に関する国際連合条約第121条では、 の三つの条件を満たすものを、島と定義している。この条件から外れると領海を形成するために、有効な領土ではなくなる。日本が沖の鳥島に、昇波ブロックなどを設置し、波浪による侵食によって満潮時に水没しないように、しているのはこのためである。道場約道場二項では、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸法は、 他の領土に適用される、この条約の規定に従って決定される、とされている。一方参考では、人間の居住または独自の経済的生活を維持する、ことのできない岩は、排他的経済水域または大陸法を有しない、としている。すなわち、抗議の、島であっても、競技の、島と、岩に、条約上の扱いが分かれるので注意が必要である。 日本の海上保安庁は、満潮時に、海岸線の延長距離が100メートル以上の陸地を、島と定義している一方、国土地理院は、航空写真に写る陸地を島と定義している。また、国土地理院の定義では、島未満の地形として、暗礁や、荒いは、貫出岩、水上岩からなる岩礁がある。島という漢字は、疫、山と、温布、鳥からなる。 形成文字である。一体字として、島、島などがある。和語、島は、四方を囲われた京または、締めの意味。朝鮮語で島を意味する固有語、の語源である。くだら語の、島と、同語源だという説もある。プレート境界に位置する列島を東湖あるいは、古城列島とも言う。東湖は、マントル大流の沈み込みによって、地殻が盛り上がって、生成する。 このような島は球場に分布することが多く、東湖と呼ぶ。東湖は太平洋プレートの周辺に目立つ。以下に北極側から半時計回りに記す。小大陸と呼ばれるグリーンランド海洋に位置する島を船員によって分類すると大きく3つに分かれる。プレートテクトニクスにより大陸から分離した小大陸とみなせる島、陸島、洋島である。 大陸からの分裂で誕生した島の代表例はグリーンランドとマダガスカル島である。大陸はプリウムによるマントル大流によって数センチメートル年程度の速度で移動している。約6億年前の古生代石炭期に先行する超大陸が南北に分離した。それぞれゴンドワナ大陸とローラシア大陸と呼ばれる。ゴンドワナ大陸は現在のアフリカ大陸。 南アメリカ大陸、インドア大陸、南極大陸、オーストラリア大陸、アラビア半島、マダガスカル島を含んでいた。1億6000万年前からゴンドワナ大陸自体も数字にわたって分裂を続けた。7000万年から9000万年前の中世代白亜紀後期の最後の分裂の際、インドア大陸と分離したのがマダガスカル島である。 そのため動植物の分布がアフリカ大陸とは異なっている。ローラシア大陸は現在のユーラシア大陸と北アメリカ大陸、グリーンランドを含んでいた。約5000万年前にグリーンランドは北アメリカ大陸と分離した。陸島の代表例の一つ、グレートブリテン東大陸方に存在する島を陸島という。解体時や流気によって、 大陸と陸続きになりがちで、海進、沈下などの原因により、大陸と切り離されることで孤立した陸地である島となる。地質構造や陸上の地形に大陸との類似が見られる。代表例はカリマンタン島、グレートブリテン島、台湾島である。カナダ北部の島々も陸島である。海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込んでいる場所では、 大陸プレートの周辺部に海洋プレートの沈み込みによって生じる海溝があり、この海溝に沿うように大陸側に島が並んで形成される例が多い。その配置が古城になることが多いため、古城列島、あるいは東湖と言われる。陸島のうち大陸や他の大きな島に近いものは、サスによって大陸などと陸続きになることがある。これを陸系島と呼ぶ。 工述する、珊瑚礁のみからなる、陸島もある。例えば、オーストラリア大陸東岸北部に、約2 0 0 0トルにわたって伸びる、グレートバリアリーフは大陸方に位置する700個前後の、島で発達した保障である。火山噴火によって形成された、洋島、ハワイ島大陸方ではなく、海洋底から直接海面に達している島を、洋島という。基本的には、 火山活動によるが、単純な火山性の島と火山島などの沈下によって形成された珊瑚島に分かれる。海洋島ともいう。火山島火山噴火によって形成された火山島、三宅島用島のうち火山島はホットスポット上に多く位置する。ホットスポットとは、株マントル付近から上部マントルに向かって定常的に熱い物質が、 上昇している場所のことである。例えば、ハワイ諸島の場合、約7000万年にわたって、同一のホットスポットが、多数の島を生成してきた。古い島は、侵食を受け、海面下にミヤ山として残っている。アイスランドともホットスポット上にある。この他に、カリブ海東端の小アンティル諸島に属する島、例えば、マルチニック島などは、カリブプレートと、 北アメリカプレートの沈み込み帯上に位置する火山島である。サンゴ礁サンゴ礁により形成された、洋島、マーシャル諸島、オメレク島、サンゴ観礁アタフ島サンゴ礁は、死方動物門下ツナなどに属する増礁サンゴの骨格などが積み上がって形成される地形である。サンゴ礁の主成分は、石灰岩からできている。石灰岩は、サンゴ類の骨格のほか 強制もの分泌物の沈着によって生成する。一子産後は細胞内に強制するカッチウモの光合成に依存している。このため太陽光が十分透過する水深40メートルから60メートルよりも浅い海中でなければ産後礁は成長しない。水温も最低でも18度前後でなければならない。産後症は 島の周辺の海岸を取り囲む巨匠として発生する。代表例は、小笠原諸島、奄美群島、沖縄諸島、先島諸島である。巨匠が形成された後に、中央の島が人工すると、島の海岸線から数キロメートル離れた位置に、ドーナツ型の珊瑚礁からなる陸地が形成される。これを補匠と呼ぶ。人工がさらに進むと、中央の島は消え、 ラグーンと呼ばれる、章湖を取り囲む幅数百メートルから一キロメートル程度のドーナツ型の陸地だけが残る。これを干渉と呼ぶ。サンゴ礁自体が成長することから波による侵食に強く、古島であっても波浪による侵食に耐える。サンゴ礁に基づく島には様々なバリエーションがある。サイパン島やグアム島を含むマリアナ諸島や小笠原諸島は、 プレート境界に位置する火山島とサンゴ礁が複合した巨匠の段階にある。南太平洋に位置するメラネシアやポリネシアでは、保障や干渉の段階に達している。東部ミクロネシアに位置するマーシャル諸島共和国の国土は30個弱の干渉だけからなる。宮古島や石垣島などの先島諸島は、巨匠形成後に隆起したため、 サンゴ礁断球や隆気サンゴ礁と呼ばれる特異な地形がよく発達している。サンゴ礁の隆気等を成因とする標高の低い島を低島と言い,い、成因が地質構造と関連し産地を有する島を高島という。島には特殊な生物種が見られることがよくある。固有種が多く、また飛べない鳥の出現なども広く見られることである。 島の生物の生態についての研究は、当初生物学が扱う。洋島では、漂着する生物が定着することによって、生物症ができることから、両生類や哺乳類を描くといったような、大陸に比べて偏った、生物症になりやすい。ガラパゴス諸島やハワイ諸島、小笠原諸島などが有名である。陸島でも、大陸では絶滅した群が生き残っているなど、 特殊な生物が見られる例が非常に多い。しかし逆に何らかの要因で外来種が入ってくると、島の固有種に壊滅的なダメージを与えたり、固有種と外来種の雑種が生まれたりするなどの影響が出ることが多い。日本では、律令制時代の8世紀から9世紀にかけて、国と同格の行政機関として、島が置かれていた。蝶、島津役所。 島府とい,い、い国分寺に相当する、島分寺が建立された。島司は国史に相当する官職であり、中央から派遣された管理である。701年制定の大法律令では、市木島、津島島、田、島の三島が置かれていた。このうち、田島は824年に廃止されて、大隅国に併合された。また、七十六年には、 非全国から五島列島、平戸島が分割され、地下島が新設されたが、十世紀初頭までには廃止された。意岐、津島は国に改められたが、この二国を他の両政国と区別し、島と呼ぶ慣習は残った。西海道が九州二島と称されたり、日本全土が六十六州二島と称されたりしたのは、このためである。近代の日本では、 伊豆諸島、小笠原諸島、沖諸島、奄美諸島などの島諸部において、町村制が施行されず、島所町村制と呼ばれる特殊な行政制度が取られた。これらの地域では、軍役所に相当する、島町が置かれた。島町の町は、島司である。島町は、1920年代には、府県の市町に改められた。現在でも、 日本のいくつかの都道府県では、離島地域を当初もしくは当初部とし、法制や行政上、特別扱いすることがある。東京都東京都にあっては、当初とは、伊豆諸島と小笠原諸島を指す。当初部と呼ばれることもあり、日本において部をつける場合は、東京都書館の離島を指す場合がほとんどである。これらの諸島にある自治体には、 東京都の他の町村、他の道府県の町村と異なり、包含する軍が存在しない。また、鳥島は、貴族をめぐって、争いがあることから特定の町村に属さず、との直轄となっている。小笠原諸島の沖の鳥島、南鳥島、伊王島を含む、火山列島は、小笠原村に属している。東京都島所部の自治体は、大島町、豊島村、新島村、 神津島村、三宅村、三倉島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村の2町7村で構成される。長崎県自治体の領域内における島の数が、全都道府県で最も多い長崎県の域、津島、五島列島を総称して、長崎県島諸部と呼ぶ場合がある。これら3諸島には、県の出先機関としてそれぞれ域振興局、津島振興局、 五島振興局が設置されている。また、長崎県企画振興部地域振興課では、この三諸島に加えて、西園義半島周辺の島々や佳境により、本土と繋がっている、平戸島も、島所部に含めている。鹿児島県鹿児島県では、県庁企画部離島振興課が所管する、志々島、古式島列島、新島、上三島、トカラ列島、種子島、 薬島、口の選ぶ島、奄美群島を総称して、鹿児島県島諸部と呼ぶ場合がある。このうち、種子島、薬島、口の選ぶ島には、熊毛市町、奄美群島には、大島市町がそれぞれ県庁の出先機関として、設置されている。かつては離島であったが噴火により、本土と地続きになった、桜島や河橋により、自動車での往来が可能となった長島については、 当初に含める場合と含めない場合がある。日本統治時代の朝鮮では、軍と同格の行政機関、島が置かれていた。町、島津役所、島町という。行政機関としての、島は、チェジュ島と移領島の二つであった。日本統治時代の朝鮮の行政区画3省故障や河川の中にある陸地は四方を水域に。 囲まれているため島と呼ばれることがあるが、海洋ではないため地政学における島に当たらない。河川の中にある陸地は、中洲と呼ばれることもある。水底に接していない島を浮島と呼ぶ。天然の故障の一部には、浮島が見られ、植物の栽培や人の居住が行われることもある。ミャンマーのインレイ湖の浮島は氷土を持ち、植物の栽培が可能である。 ペルーボリビア間に広がる地地下過去にも浮島がある。日本では和歌山県新宮市の沼地にあるデータンでできた浮島が最大であり、その上に構成された植物群とともに天然記念物。これは窃盗語としても用いられ、泡盛は島酒、地元産の農産物は島野菜などと呼ばれる。平安時代末期から、 鎌倉時代初期に記されたと考えられている日本最古の造園書である策定記は庭の主たる構成要素として月山、池、島、南庭白車、槍水を挙げている。これが転じて池や月山のある日本庭園のことを島と呼ぶこともある。ありがとうございます。